震災記念堂は、岐阜県岐阜市若宮町2丁目10番地にある、慰霊施設。1891年に発生した能尾地震の犠牲者を慰霊する施設であり、管理は宗教法人記念堂、仏教により採取されている。1891年10月28日に、岐阜県本須郡西根尾村を震源地として発生した、能尾地震は、岐阜県内だけで、 約5000人が犠牲となった。この犠牲者を入れ、及び地震当時の状況を後世に伝える施設として、衆議院議員で、元新州大谷派僧侶の天野和歌園が中心となり、1893年10月27日に震災記念堂が建立された。建設費は全国からの寄付金で賄われた。2017年時点で建物の管理は、 天の赤園の子孫が行っており、正月命日と月命日には法要が行われている。2010年からは、正月命日の法要後、農美震災記念堂保存機構主催の講演会も開かれている。建物は入り模屋作り、正面は東派府作り。外観、内部とも浄土新宗本堂形式に基づいている。本尊は阿弥陀如来像。 2006年8月3日には国の登録有形文化財に登録された。ありがとうございます。